ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。5月21日木曜日の全国の天気をお伝えします。木曜日も低気圧の影響を受け、雲が広がるところが多くなりそうです。関東や東北地方ではすっきりしない空が続き、一日を通して雨が降ったり止んだりの空です。少しの外出でも雨具を忘れずにお持ちください。また北陸や近畿北部、そして山陰でも雲が広がり、雨の降る可能性があります。空の変化にお気をつけください。そして北海道や西日本の太平洋側では日差しが届いて穏やかな空になるところが多くなりそうです。気温ですけれども、関東や東北ではあまり気温が上がりません。肌寒い体感が続きますので、服装選びを気をつけください。またその他のエリア、晴れるところでは特に北海道ですね、一日の気温差も大きくなりそうです。体調管理万全に行いましょう。さらに南西諸島ですが、木曜日は梅雨空が戻ります。特に先島諸島では強い雨、また雷雨にご注意ください。以上、木曜日の全国のお天気をお伝えしました。